了解です。よし、じゃあ始めていきます。はい。はい、どうぞ。猫丸のグッドナイトスリープ。足始めちゃって大丈夫ですかね。はい、大丈夫です。はい。この番組は、猫丸のグッドナイトスリープ、私、男の国営 VTuber の猫丸と、スタッフの、ちょっと言ってもらっていいですか。佐藤真菜でお届けします。はい、よろしくお願いします。お願いします。私、埼玉からお送りしております。で、番組は、今の0時半から、1時まで放送しております。番組は、リスラジというアプリでも、聞けますので、そちらでもぜひダウンロードして、FM 宜野湾検索してみていただけると嬉しいです。じゃあ、曲いってもいいですかね。はい、行きましょう、曲。はい、じゃあ、オープニング曲、コナミのビートマニアの、Love to Me という曲です。聴いてください。手を差し伸べる街中で、あの人は影を残して消えていの、突然に愛してたあの時に気づけた。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。はい。あ、曲って聞こえてましたかね？ちょっとですね、こちらで途切れ途切れでうまくちょっと聞こえなかったので、もしかしたらちょっと後でデータですか、か。はい、曲名はい。教えていただくことになっちゃうから、ちょっとかぶせましょうあ、ね、編なる集ほで。ど。そうですね。はい、わかりました。了解です。はい。じゃあ、ちょっと待ってくださいね。はい。じゃあ、コーナー行っちゃっていいですかね。お、コーナー、はい、お願いします。はい、今週の、男の子の秘密教えますのコーおナーですお、が、はい。はい。いろいろ男の子の秘密を、教えていこうかなと思ってるんですけど、はいはい。今回のお題は、女声について話しなているこうほかと。ど。結構なんか女声、10年ぐらい練習したんですけど、あ、そうなんですか。はい、はい。でもまだ私の声中途半端だと思ってるんですけど、なんか。でも私、なんか初めて声を聞いてた時に、はい。猫丸さんの、本当男の人だっていうのを知らずに、ラジオを聞いてて、めっちゃ本女当のです子だとか？思ってました、普通に。本当ですか？嬉しい。そう、全然気づかなかったです。あ、本当ですか？もう最はい。高の言葉ですね。あ、本当ですか。でか、そんなね、訓練されたとは知らず。めっちゃ訓練しました。なんか、最初は、裏声をなんかただ出すだけみたいな、なんか、裏声、感じの裏声みたいな。っていうのから始めて、で、なんかそれからだんだんこう、裏声と、地声の中間みたいなのを探して、裏声をだんだん、だんだん下げてって、
あ、地声に近づけていくみたいな。そうですね。なんかミッドボイスっていうんですけど、はい。で、そこにちょっとなんかアクセントを加えてみるみたいな。難しい。なんか頭で考えると余計難しそうですね。そう、なんか、そう、今日キャンさんが、なんか、ちょっと女声やってるって言ってたんで、なんか、キャンさんになんか、教えながらやってみようかなとか思ったんいいですな。けど、聞いてバみたいな、キャンナナは、さん。はい。女性だからもう、女声 あ、でもなんか、女性が男性の声出す方が難しいらしいです。聞いた話。そうなんですか。やっぱりなんか聞いたことある話だと低い声って訓練してもなかなか出せないらしくて、だから結構低い声の人の方が高い、なんだろうな、この領域、音量の領域に関してはすごい幅が出るって聞いたことがあります。そうなんですね。私、地声は、なんかこんな感じなんですけど。でももともと高い方だったんじゃないですか？これ高いですか？どうだろう、高く聞こえる。聞こえますか？でも全然違いますね、言われてみたら。違いますよね。女の子だ、普通に女の子の声だから。確かに。ありがとうございます。で、なんか、本当は、なんだっけな、なんか、カエル声から始めるといいらしいですね。千と千尋のカエル？なんだっけ、よくね、有名なセリフがありますよね。手を出せ、手を出せみたいな。似てありがとうございます。あの声からなんか始めるとなんかやりやすいって聞きました。やっぱりいろんな方がそうやって発信されてるんですかね。男性が女性の声を出す方法みたいな。どうなんでしょうね。なんか、そうですね。なんかいろんな方が結構なんか動画出してて、裏声アプローチと地声アプローチっていうのがあるらしくて、私は裏声アプローチなんですけど、なんか、地声を、裏声を使わないで、なんかなるべく高くして、この声色とかでなんとかするみたいな。あと、なんか、なんだっけな、声の、なんか、イントネーションみたいな、なんか、女性の方って、男の子の秘密教えますって、男性だとこんな感じじゃないですか。女性だと多分、男の子の秘密教えますみたいな、なんか。おお、すごい。そっか、女性特有なんですかね、このイントネーションっていうのが。気づかなかった。らしいです。なんか、それを、そう、女性の方は無意識でやってるので、それを、なんか意識してやると、だいぶいいみたいな。そっかそっか、そのイントネーションつけるつけないでも結構変わってきそうですよね、女性の喋り方に聞こえるか。私、まだなんか結構、なんだろう、自然にはなんかできてないんですけど、たまに なんか外れちゃう時があるんですけど、まだ練習中っていうことで、そなこるは、ほど。もっと上手い人いるので、なんか、あと歌もさっき歌ったんですけど、なんか歌声はまたちょっと違くて、女の声の話すのはできるけど、歌ができないっていう人が結構多いですね。それはやっぱりあれかな、歌いづらいとかですかね、やっぱり。多分キーが高いからだと思います。あとなんか、歌声ってなんかいろいろなんだ強弱つけたりとか、なんか、本当に声色ガンガン変えたりとか、ビブラートとか、なんかいろいろあるじゃないですか。なんかそれが、地声だとできるけど、裏声をやるっていうのが、なんかそもそもアブノーマルなことだから、それに加えてそれをやるっていうのが、なかなか難しいみたいですね。そっか、歌うってなるとさらになんかね、いろいろやることが増えちゃって、難しいだろうな、それは。そうなんですよね。でも、じゃあ歌うのも結構練習されたんじゃないですかね、小丸さん。めちゃくちゃカラオケ、一人カラオケに行きました。
あとなんか家でなんか歌ってみて録音して、はい、なんか聞いてなんかこれなんか女の子っぽく聞こえてるかなみたいなとか、うんうんうん、はい、いろいろ試行錯誤してって感じですね。あーそっか。だしいろいろなそういうなんか女声の出し方の動画とか見たり、うん、人に聞いたりしたんですけど、なんかみんな言うことが違くて、うんうん、あのなんかあの結局多分なんかそれぞれ声が違うから、なんか自分に合った練習法とか出し方があるから、はい、なんかなんだろう、自分で探すのが一番早いような気がしてる。あ、はい、そっか、みんなね、同じ男性とはいえ声のね高さも違うし。そうですね、難しいですよね、それは。なんか元からイケボの人はなんか手やすいみたいです。高い声も高い声、なんかちょっと裏声頑張れば、はい、なんか、うん、すごい出やすいんだ。うんうん、やっぱ男性って一番そこの声が結構気にしされるんですかね、やっぱり声の部分って。あ、そうですね、やっぱあのなんか女装してて、うん、なんかなんだろう、なんかパス率とか言ったりするんですけど、はいはい、の女の子だって、あ、男だってバレない率がどのくらいみたいなのを、はい、面白いで、なんかその声が男だったら絶対バレるじゃないですか。あ、そっか、見た目ね、女の子結構わからない方いっぱいいらっしゃいますよね、見た目で。そうなんですよね、やっぱ喋っちゃうとバレちゃうのか。そう、あの、電話してよろしくお願いしますとか言うと、あ、確かに、なんか声だけ聞くと本当にすごいなっていう感じですね。今度キャンさんの時ちょっと一緒にあの練習しながらやってみますね。キャンさんどうしよう、おはようございますがちょっと可愛くなってたなんか教わったんだなって。あ、それやってくれたらめちゃくちゃ嬉しいですね。ねえ、できそうだな、キャンさんマナさんはあのカラオケとか行ったりしますか？あ、でも私も、あ、でも最近行けてないんですけど、一人カラオケなんかストレス発散になるので、ちょっと時間があるとき、はいはい、あ、そうなんですか。行きました、はい、よく。もうなんか一人カラオケ行くって言うとなんかガチに聞こえますねあ、いやいや、あ、でもなんか上手くなりたいとかよりは、はい、なんかちょっとストレス発散、なんか好きな曲を、はい、なんか何も気にせず歌いたいみたいな。あー、なるほど、わかりますね。うん、なんかあの流れとか気にせず自分で好きなの歌えますもんね。そう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 、意外となんか大きい声出す機会ってないじゃないですか。あ、そうですね。そう、まあカラオケならね、歌ってでもね、でも迷惑にならないし。うんうん、そうですね。え、他になんかストレス発散法とかあるんですかね、小丸さん。あ、私はあのダンスが好きで、え、あのすごい、ちょこちょこ踊ったりしてるので、なんか家でちょっと踊ってみたりとか。あのあれですか、もう趣味で。あ、そうですね、趣味でやってます。すごい。なんか音ゲーでなんかダンスするやつがあって、はいはい、ダンスションってやつなんですけど、なんかキネクトっていうのがついてて、なんかガチでセンサーついててちゃんと振り付け踊らないといけないみたいなやつがあって、はい、それからなんかハマって自分でも、はい、覚えるようになったみたいな。すごいですね。そっか、ダンスも体動かすからなんかストレス発散になりますよね。そうですね、確かに。ちょっとなんか1日1時間ぐらいは踊ってちょっとダイエットしよう。すごい。あ、まだ。でも、はい、ああ確かに確かに、1時間戻ってたらね、めっちゃ汗だくになりそうだな。汗だくなりますね。うん、シャワー浴びないと汗だくでもうねえ、ちょっとできないです。でもね、埼玉ももう寒いから、もうクリスマスとかの雰囲気になってませんか？あー、なんかそういうのは感じなかったですね。まだ、まだちょっと、そうですね、はい、あ、今日は寒かったです。そう、あの、16度だったかな。おー。そう、今日からちょっと暖房使い始めました。あー、そっかそっか。いいな、なんか、四季が。あったかいんですよね。そうなんです、まだ全然、20代、20後半か。
はいはいはい。はい、まだ半袖で全然いけるので、羨ましいですね。素晴らしいですね。そっち行ってみたいなと思ってるんですけど、なんか腰が重くて、やっぱ、海が綺麗だから、海行きたいですね。ああ、確かに晴れてたわね、海がすごい綺麗なので。いいな。なんかでもあれですか、もう最近はアニメとかもハマってるのとかあるんですか？ああ、アニメは最近のはあんまり見てなくて、ちょっとニッチなやつが好きですね。ブラッドシーとか、小学期とか、ガレージェロとか、そういうのあるんですけど、多分知らないですよね。そうですね、私は めっちゃミーハーなので、なんかアニメありますか？アニメなんか最近「ハンター×ハンター」にハマってああ、面白いですよね。私も全部見ました。本当ですか？そう、まだ、なんか、なんだろう、最近なんかネットフリックスで見れるようになってて、それを一気に見たんですけど、まだちょっとシーズンが続いてる段階で、ちょっと今終わってて、配信が。ちょっと後半気になると思いながら。漫画の方がまだ続いてるんですよね。漫画も続いてるんですよね。アニメってまだ続いてるんですか、あれ。あ、どうなんだろう、私も最、あの、まだ途中、多分シーズン2とかまでしか見てないので。ああ、途中まで。なるほど、そういうことですね。そうそうそう、多分アニメはなんか終わってそうですよね。そうですね。一応アニメは終わってるんですけど、漫画の方がまだ続いてるんですけど、確か、富樫先生でしたっけ？休載中で。ね、よく救済するって、私もそっからなんか調べ始めて。噂では FF14 にハマってるみたいなことを あ、聞そういたりなんも、だ。本当はどうだかわかんないですけど、はい。風の噂で、おお。そうそう、楽しみがちょっと今止められちゃってるんですけど。ああ、そうなんですね。じゃあ、あんまり先のことを言わない方がいいですね。あ、そうめっでちゃ、すね。だから。わかりました。コーナーって、今、あと残り何分ぐらいですかね？あと大体10分くらい10になり分くます。らい。はい。じゃあ、ちょっと一曲、歌ってもいいですか？ちょっと、毎週一曲歌おうかなと思って。いいですね。いいですか？じゃあ、ちょっと流しますね。はい、お願いします。よっしゃ、男歌っていう、角田おお。さんの、曲です。聴いてください。それ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 そう。それ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 そう。それ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 そう。おりゃおりゃおりゃ。よっしゃ！男が燃える、それが定めよ、やりぼけ、指もて、ほらおふけ。ただ男のアダム代聞くだけ、おねだて、あいかせ行けや待つ風チュラを生きがけ1000万の敵に目が激にごめん崩せ、戦い、潰せ、崩せ、戦い、潰せ、地獄の馬、どもとかける魔物、居候、崩せ、戦い、潰せ、崩せ、戦い、潰せ、待ってみせよ、もっとかぶってばい。それ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 そうそれ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 そうそれ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 よっしゃ男、男、男が折れる。命短くこいつら男、男が燃える。それを定めよ、男。この影と星は、茨が暮れの鉄かぶと。前田刑事が馬にて候。はっ。
おやドラベヤー口の際をいや未然の男だぜ桜のごとくに散りて夢死ぬはさだめか命なら通しな極路が笑う戦は目が激励込め無駄け叫べ許せ無駄け叫べ許せ無駄にあげろ我がやりよ立ちの血が知る無駄け叫べ許せ無駄け叫べ許せ花のケージいざかぶらうそれが定めよはい、ありがとうございました。すごい、今回ちゃんと声が聞こえました。ですか。これ何かの主題歌とかですか。これは、なんだっけな、花のケージっていうなんかパチスロらしいです。あ、そうなんだ。やってないんですけど、はいはい、そのパチスロのなんか大当たりの時の BGM で。あ、すごい。あ、確かに確かに当たった感ありますもん、めっちゃ。ありますか。そっか、めっちゃ良かったです。ありがとうございます。はい、なんかちょっと男の歌も歌ってちょっとギャップを出そうかなみたいな。確かに1曲目なんでしたっけ、最初に歌ったやつって。 Love to me っていうあのコナミのビートマニアの曲ですね。 Love to me。 Love to me。 Love to me か。おー、ありがとうございます。 Love がなんか LUV って書くんですよね。あー、ここレベルみたいな感じ。なるほどなるほど。そっか、残り時間3分ぐらいになってきましたね。あ、3分ぐらい。はい。じゃあ、エンディングの曲ちょっと1番目だけ歌って最後なんか締めますか。はい、はい、そっか、エンディングも歌っていただけるんですね。すいません、時間取っちゃって。いい、います。ユリアさんのスタイルという曲です。聴いてください。ドレスが飛べられて赤く誰かの世界に壁の向こう側で
叫ぶ声を聞かず部屋の外を見ることできず震えてた。愛しきかけてた。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。はい。ということで、はい、今日も、はい、終わりになります、ね。あっという間の30分でしたね。はい。じゃあ、お相手は、男の子系 VTuber の猫丸と、FM ギナー佐藤真奈でお送りしました。はい、ありがとうございました。おつまるー。少々お待ちを。